いいね。はい。おにつまチャンネル。おにつま。今日は、100万年ぶりに美容室に行くのでっていうのは嘘で、ガチで、カラーリングねとカットとトリートメントもフルでやるのはもう本当にリオンちゃん生まれてから行ってないんじゃないかな、行ったっけ、3、4年ぶりぐらいに本格的な美容室に行きますね。すごい楽しみ。もういつもね、セルフカラーとか、セルフで髪の毛切ってたので、髪を美容師さんでやってもらいたいなって。まあ、女性としてね、輝きたいなって。輝きたいなって思った所存でありますね。息子と小猿と旦那の反応がちょっと楽しみですね。どんな感じになるかな。念入りに化粧します。今日は、街中に出るので。いやでももしかしたら、息子のね、友達が来るかもしれないから、映せるかちょっと心配で、そんなにちょっと友達は映せないので、はけてもらうしかないかな。その子は映せないからさ、みんなどうしてんだろう、どうやって撮ってんだろう、動画をって感じだけど。もうどうにかしてるんでしょうね。最近小猿ちゃんはザ女子って感じなので、私が化粧してる姿を見るとまあ真似したり、私を見てママかわいいって言ってくれたり、まあ、そんなのはね、息子の時は全くなかったもんですから嬉しいよね。まあでも旦那よりはやっぱ反応がいいよね、息子もね。旦那なんか無反応、無なんですよ、無。大人になったらそういうの言わなくなっちゃうタイプなのか。いやでもあの人はね、もともと言わない、気づき、すげえ鈍感なのかな。はい、しゅんま。えい。このシワやだし、これなんだよ。こうやったら何しろできんの、やだ、すごい。何これ、やだ。昔できたっけ、こんなシワ。やだ。何なの、このシワ。ダメだ、シワできない。ダメ。こら。何このシワ、やだ。鼻水。もうやだ、鼻水。この UR グラムのキラキラなやつ買ったんですこれ。で、これをなんか、つけたら、半魚人みたいで嫌だって言われたんですよ。半魚人ってどういうことと思って、すっげえ腹立って、言わないで私のメイクに関してはって言って、超腹立った。半魚人ってどういうこと、超腹立つよ。確かに、濃いメイクよりね、ナチュメの方が好きですって言ってくれる人いるんですよ。ただ結構実物とカメラって結構薄くなっちゃうんですよね。本当はもうちょっと濃いんだけど、濃くしないとなんか多分濃くカメラには映らない。え、何言ってんの私。何言ってるか分かんないけど、色が発色してくれないわけですよ。だからちょっと濃いめにしてるし、濃いのが大好きなんでね。まあ薄い時もありますけど、今日は濃いめでいきます。キラキラ、キラキラしたらつけたの。わかるかな、半魚人じゃないよね。あ、持ってきたよ、給食袋。洗濯機に入ってる。洗濯機に入ってる、入ってる。回しちゃうの？回すの？白いよ、白。回していいよ、じゃあ。はい、ザンギ。ザンギ食べる人。はい。ザラザラザラ。向き、はいはい。で、これ？やばい。いや、だから今落ちそうなようにしてんの。寝巻きとドレスさ。え、リオン脱がせんの？うわ。食べる？うん。ちょっと待って、リオンちゃん大きいから。
ないと多分リオンちゃん食べれないよ。え、このまま食べれる？でっかいよ。いける？まあ、力でかいけどね。大丈夫かい？切る？切らない。あ、そう。切ったよ。できた？うん。切ったよ。できた？そうですか。食べない。あ、美味しそう。これ絶対リオンちゃん用じゃない？でもいいのかな。二つあるよ。ね、二つあるね。辛いよ。辛くないの？これ辛くないでしょ。超甘そう。チーズだ。うん。食べるある。うまい。幸せ。幸せ。美味しい。でもなんか食べてある。うん。こっちも食べてる。あと音出さないで。え？ルートがいるとき音出さないで。意味わかんない。最高だね。おいしい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 。プリプリマンだから。あれ、リオンみたい。リコちゃんね。ありがとう、リオンちゃん。一番いい手染めちゃったね。だいぶ前ね、ミラちゃんと染めた時ね。あなた、ね、鼻すほじって食べてた。あれどこだったっけ、場所久しぶりすぎて分かんなくなっちゃった。来ました、ここだ、ここここ5階。行きます。時間の読みを間違えてた。時間ちゃんと伝えてればよかった。時間伝えてなくてトリートメントができないから、これがお得だからこれを買う、家でやります。あ、西くん、西くん久しぶり、覚えてるよ、うん、なんか変わらないね、西くん。そうですよ、うん、看護師さんの人ですか。え、すごい、覚えてくれてたの。私そんな印象残ってるんだから。今日トリートメントできないって。トリートメント一番したかったの。でもなんかそれこそあのちょっとメルカリとかで安いあのハニカホニコのやつ購入したりとか、自分でケアしたり、白いね、TikTok とかで紹介されてるやつとかと比べてみたけど、やっぱりハホニコ一番だなと思った。間違いないよね、間違いない。でももううちではハホニコやってるから。あ、嘘、もう古い。私なんかもうハホニコしか頭いなくて、ハホニコハホニコハホニコもう私10年前で時止まってるから今日本当にあの、うん、カラーするの4年ぶりとか。すごいね、うん、ずっと自分でやってたんだ。そう、耐えに耐え、うん、耐え忍んでた。そうとは思ってなかった。行こうと思えば行けたけど、うん、なんか美容師さんにかけるお金がちょっと、いや乏しい。自分のその美容にかけるお金が顔面だけかけて髪かけなくて。はい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 。でも、ね、母ってそうだよね、子供の方にまずはかけて。そうそう、自分は後回しになっちゃうからね。そうだからもう行きたい行きたい、ああ行きたいっていう欲をうーって抑えて、うん、もうやっと行けたから、うん、もう天にも昇る気持ち。嬉しい感じになりました。しっとりめがお好きなので、しっとり系のポイント系が。お風呂に入らなければ入らない。コンディションいい。そう、 ベタついて私的には好きなんで。ほら、はい、うん、1、2、20みたいでしょ。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 あ、私、私ない。
今度してもらうことにして。いいね。はい。どうパパ。うん。すごい明るいね。言って見えるでしょ。でもね、こうこっから見たらそんなでもない。かわいいでしょ。うん、うん、ありがとう。言わせてるかも。いいじゃない。